はい、セクシーです。今回はね、 Wii 版のねバイオハザードアンブレラクロニクルズをプレイしたいと思います。はい、ゲームスタート。このゲームほんとハマったんでね、4年ぶりぐらいかな、ほんと久しぶりでね、全く忘れちゃってるんだけどね。まずやっぱ最初にね、この黄金特急事件っていうのか、これ各チャプターがあってね、チャプター1、チャプター2、チャプター3って分かれてて、下はまたね別でね、これクリアし、これさ、この下はね、最初はちょっと最初はないんだけどもね、あのステージクリアしたらかな、この出現したある条件を満たさないとね、これ出てこなかったと思うんでね。はい、まずこの黄金特急事件チャプター1をプレイしたいと思います。で、こうやってね、2人もね選べるんでね、レベッカ・チェンバース、これはバイオハザード0の主人公でね、バイオハザード1にもちょこっと出たんだけどね、あ、これは相棒のね、ビリー・コーエン、どっちか選べるんでね、自分はやっぱり、ね、このレベッカが好きなんでね、レベッカ・チェンバースを選びたいと思います。で、あと武器もね、こうやって選べるんでね、今はこうやってハンドガンもこれ最初からねデフォルトで設定されててね、このこう選べるんでね、今はこのねサブマシンガンになってるんだけど、例えばショットガンにしたかったらこうやって変わるんでね、ここはね、さっきはねこれだったんだけど、これサブマシンガンなんだけど、ショットガン、あ、それショットガン使いたいなと思ったらね、こうやってやるとね切り替わるんでね、表示が。でもね、途中でね武器とかも出てくるんでね、でそれ拾ったらね武器も種類増えるんでね、まあどれでもいいと思うんですけど、まああのマップによってね使い分けた方がいいと思うんでね、やっぱりねサブマシンガンはほんと安定してるんでね、まあこれサブマシンガンでいいと思うんでね、まあ、これでいってみようと思います。はい、ゲームスタート。はい、頑張るぞい。 まずムービーがあるんでね、ムービーはちょっとスキップしないでね、It was a stormy night when the leeches overwhelmed the Eclipic Express. The Special Forces unit sent to investigate the area reported an emergency, but the announcement was suddenly cut off and followed only by silence. Enter the STARS unit member, Rebecca Chambers. Umbrella has been at the center of my plan for a long time, but the train incident would prove to be the beginning of the end.Stars here. Is anybody there? Stars here. Is anybody there? Rebecca, 結構可愛いよね。結構このムービーとかも結構挿入されててね。結構このゲーム本当だよ。なかなかの出来だと思うんで、最近のゲームも面白いけどね、最近のゲームよりね本当に全然面白いと思うんでね、ハマり度は本当に最近のゲームより本当に上だと思うんでね。Can we put a hold on the whole arresting me thing? We have bigger things to worry about right now.だいぶ久しぶりなんでね、ほんとグダグダだと思うんだけど、これはね、手榴弾なんだけどね、ヘッドショット当てるとね、あの今光った場合はね、光ってるとこういう場合はヘッドショットなんでね、今ハンドガンなんだけどね、こうやって変えられるんでね、これ周りの周、緑はこれ多分ダンスでね、
多く出るんだよね、このステージは。 アイテムみたいなのも結構出てくるんです。結構面白いよね。ヘッドショットとか当てるとアンテナのこのマップのランクが上がったりとかね、するんでね。こうやってね、キルが多くいる場合は弾で射撃するよりもね、自分なんでぶっ放しを出してね。 これ途中経過でね、タイム3分40秒、敵撃破数506、クリティカル数っていうのがこのヘッドショットね、クリティカル数4回、破壊数83。これ破壊数っていうのはさっきのね、ぶっ放してあのライトとかね、そういった窓とかね、 数でね、バイオハザード4でもこうやってぶっちぎるんですね。バイオハザード4でもやったんですけどね、このゲームは特にね、 ウィーリモコンとヌンチャクの操作が生かされたね、ゲームになってるんでね、こうやって高い顔が高いんですね。こうやって途中で犬ところとかも出てくるんですね。ゲロゲロっすね。ちょっとぶっちゃようか、たまには。 I was being transported to attack by monsters. All the guards. So you figured it was a perfect chance to make your escape, huh? Well, not on my watch. I just saved your ass back there. You still want to arrest me? Right.
感が出たらね、こっちでね、ここがあのボスが出るステあの場所でね、さっきのあのサソリね、兄弟サソリと対決する場面なんだけど、ここはね場所は場所が、こいつと戦うんでね、そんなに遠くなかったもんだね、このこいつは。こうやって壊すとね、こういった CG が出るんでね、 D を押せとか、いろいろ Wリモコンを押せとかやるとね、それで塞いでるときはね、あの、ボールが入ってるんで、攻撃してもいっちゃうときに出てきて、ちょっとぶつかようか、おう、やられちゃったぜ、救急スプレー持ちたか、今、使ったわ、死んじゃったぞ、今回の成績はね、クリアタイム10分47秒 A、 敵撃破数 577S、 クリティカル数 5B、 破壊数 140S、 ファイル8、
です。ファイルはね、もう全部集めてるんでね。これね、トータルでね、ランクが決まるんでね。総合ランクがね。獲得ポイントが星3つで、保有ポイント。保有ポイントっていうのは星がね、もうかける502個あるっていうことでね。全部 OS になってるんでね。はい、今回はご視聴ありがとうございました。